こんにちは、隙間授業チャンネルです。今日は新横浜から横浜への移動は JR と地下鉄どっちを使うべき？というテーマで話していきたいと思います。遠方から横浜に訪れる際は多くの方が新幹線を利用すると思います。しかし新幹線で到着した場所は新横浜駅で、横浜駅までは10キロ近く離れた場所にあります。そして横浜への移動方法は大きく分けて2つあります。一つが JR を使うパターンと、もう一つが横浜市営地下鉄を使うパターンです。今回は初めての横浜という方でも迷わないように、どちらが便利なのかを解説していきたいと思います。 JR で横浜駅へ行くパターン。まず JR で横浜駅に向かう際は JR 横浜線を利用します。新幹線を降りると在来線乗り換え改札口がありますので、そちらを利用することで通常の切符であれば追加料金なしで横浜駅まで向かうことが可能です。ただし規格切符など特殊な切符の場合は、新横浜駅までの乗車券しか付いていない場合もありますので注意が必要です。 JR 横浜線ホームに着くと、上り東神奈川方面の電車に乗ってください。快速でも確定でも行き先がどこであろうと、とにかく来た電車に乗れば良いだけなので問題ありません。東神奈川駅行きであれば、東神奈川駅で京浜東北根岸線に乗り換える必要がありますが、桜木町駅行きや磯子駅、大船駅行きであれば横浜駅まで乗り換えなしで到着します。東神奈川駅で乗り換えだとしても、それほど複雑な駅ではないので、案内表示板を見れば問題なく乗り換えができるはずです。所要時間は15分から20分程度かかります。追加料金なしで乗車可能ですので、基本的には JR を選ぶのが一番だと思います。市営地下鉄で横浜駅へ行くパターン。市営地下鉄ブルーラインで横浜に向かう場合は、新幹線改札口より一度改札を出て地下鉄改札口に移動します。それほど距離はありませんが、 JR 横浜線よりは乗り換えに少し時間がかかります。ただメリットとして、どの電車に乗っても間違いなく乗り換えなしで横浜駅にたどり着くことができるので、乗り換えが苦手な方には分かりやすいと思います。また所要時間も10分程度と JR よりも早く横浜駅に着くことが可能です。ただ追加料金が絶対にかかってしまうので、その点はデメリットです。日中の横浜線は本数が極端に少なくなることもありますので、あまりにも待たされる場合は地下鉄を使うのもありだと思います。桜木町駅へ行く場合、新横浜駅から桜木町駅に行く場合も、先ほど説明した横浜駅への行き方と全く同じです。 JR 地下鉄ともに桜木町駅が存在し、どちらもほぼ同じ場所にあります。ですので乗り換えを絶対にしたくないのであれば、市営地下鉄をおすすめします。ちなみに野球観戦で利用する関内駅も全く同じ方法で向かうことができます。みなとみらい駅へ行く場合、みなとみらい駅に行く場合は桜木町駅から歩けなくもないですが、みなとみらい線が便利です。みなとみらい線への乗り換えは横浜駅で行うのが一般的ですが、少しでも歩く距離を抑えたい方は JR 横浜線で新横浜駅から上り東神奈川方面の電車に乗り、一駅先の菊名駅で東急東横線に乗り換えてください。横浜駅で乗り換えをするよりも複雑ではないので、初めての方でも迷うことなく乗り換えできると思います。菊名駅からは下り元町中華街方面の電車に乗れば港未来駅に到着します。港未来駅は特急も含め全ての電車が停車するため、基本的にどの電車に乗っても大丈夫です。ちなみに元町中華街駅に向かう場合もこの方法が一番便利です。ただ
JR 石川城駅からも中華街にアクセスできるので、追加料金を払いたくない場合は JR で横浜駅に行く場合と同じ方法で移動すれば安く行けます。初めての人には難しいけど実は簡単。新横浜駅は土地確保の関係で新幹線駅を横浜駅周辺に確保できなかったことからできた駅だそうです。そのため若干不便で初めての方には少し難しいかもしれませんが、しっかり予習をしておけば迷うことはないと思います。たまにわざわざ品川まで行って横浜に戻ってくる人もいるようですが、品川まで向かう移動時間のことを考えると絶対に新横浜駅の方が便利ですので、ぜひ新横浜駅をご利用ください。今日の授業はここまでです。もしよければあなたの意見をコメント欄で聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。